ます。花の山とガーデンチャンネルです。今日は何をするかというと、簡単に春の球根のご紹介をしたいなと。これから入荷情報ですね。今日が撮影日が1月21日土曜日で、間もなく春の球根、お花の球根ですね、ダリアとかグラジオラスっていう球根が、店頭に並び始める頃になります。2月上旬頃ですねから本格的に販売が始まるんですけども、それまでにこの春どういうものがどういう時期に並んでくるかっていうのをご紹介できればなと思います。球根っていうと、秋のチューリップ、水仙、ヒヤシンス、そういうイメージが多いと思うんですけど、意外に春も球根種類多いです。中でも春はやはり野菜の球根、花の根元は全て球根っていう形で販売しているので、野菜の球根がすごいバラエティが多いです。お花の球根どうしても種類が少ないので、春の、時期に楽しめるものは限られるんですけど、それをこういうものもあるんだなってことをしていただいて、春野菜苗が始まる前に出回る球根が多いので、野菜球根もそういうものもしていただいて、園芸の幅を広げていただけたらなっていうふうに思います。あと4月頃から野菜の苗が順次並び始めるんですけども、その前に並ぶこの野菜の球根とかっていうのは、意外に野菜の苗で出回らないものが多い、出回らないものもあるので、興味があるものはね、こういう球根で買っていただくと、また、楽しみが増えるかなっていうふうに思います。はい。では、まず、春の球根、お花の球根ですね。もう、ダントツで有名なのが、このグラジオラスの球根です。グラジオラス。これ、もうなかなかね、見る機会減ってきてると思うんですけど、これすごく、強い球根で、春の球根って意外にお買い得というか、秋の球根に比べて地に残るもの、地面に残るものが多いのでおすすめしてます。グラジオラス、特徴で言うと、植え付けて3ヶ月後、90日後ぐらいに花が咲きます。なので開花時期を調整できるっていうのも、この、秋植え球根の違うところかなと。前回の動画で挙げたんですけど、チューリップって2月に植えようが、本来はね、12月、年内に植えるのが、12月までに植えるのが適正なんですけども、12月に植えようが、11月に植えようが、年明けて1月に植えようが、開花時期ってのは変わらないです、チューリップに関しては。だいたい4月中旬、上中旬ぐらいに開花が始まります。グラジオラス、これ特徴的なのが、植え付けてから3ヶ月、90日後ぐらいに花が咲くので、開花時期のコントロールができるっていうのが、一個大きな、ちょっと特徴かなっていうふうに思います。だいたいこれ販売されるのが2月の上旬から3月の中旬ぐらいまでに、園芸専門店さんやホームセンターさん、オンラインショップ等で並びます。購入された後、植え付けがだいたい2月の下旬から6月いっぱい末ぐらいまでいけるんですけど、例えば2月の下旬に植えた場合、3ヶ月後なので、開花時期としては5月、3、4、5月の末頃にお花が咲きます。逆に、3月に買いました、2月末に買いました、ちょっと置いておいて6月の上旬に植えましたってなると、いつ花が咲くかというと7、8、9なので、9月の上旬ですね、頃にお花が楽しめるっていう風なものです。結構これ知らない方が多くて、グラジオラスは意外に期間が長く、どの時期に植えてもしっかり90日後なので、調整しながらお花が楽しめますよと。テクニックとしては、3月上旬、3月下旬、4月中旬とかこう分散して植えていくと、その90日後に絶え間なくお花が咲いて切り花ができたりとかっていう、テクニックとかもあるかなというふうに思います。これ非常にいいです。かつ、グラジオラスって結構翌年咲きやすいので、ちょっとお庭に植えておけば、翌年また楽しめる確率が非常に高いかなというふうに思います。春の球根代表1つ目グラジオラスですね。次、ダリアですね。これ花の山の中でも非常に、主力商品になってます、春の球根としては。で、以前 2、3ヶ月前の動画でも挙げたんですけど、
花の大和は兵庫県の宝塚にある、サソリの生産地で、まあ、委託生産をしていただいて、まあ、もう8割9割ぐらいの球根を花が買い取ってます。で、まあ、そこで生産してる兵庫県のダリアなんですけども、これ、はダリアってすごいお買い得で、実は切り花で買うと結構1本100円200円高いんですけど、球根だと、まあ、1球上でだいたい300円から500円ぐらいで買うことができます。これ植え付けると、チューリップだったとだいたい1球植え付けると1本しか花が咲かないんですけど、ダリアは株から芽が出てきてたくさん花をつけます。で、だいたい1回目の開花が6月頃、夏前、6月頃から夏前ぐらいに花が開花し始めます。で、あ、花が終わったなと思ったら、それを切り戻す作業をすれば、次秋頃にまた花が咲きます。2回花が咲きます。かつ1輪じゃなくて何輪も花をつけるので、まあ、あのお花を買ってますよっていう方とかで言うと、もう1球買ってしまったらすぐ元が取れちゃいますよというので、これ意外にすごいお財布に優しい球根かなと。春の球根って意外に秋の球根とかに比べて経済的というかお得なものが多いです。グラジオラスも毎年咲きやすい、花が上がりやすいですし、ダリアはちょっと毎年花が咲くってなかなか環境によっては、ね、寒さに弱い球根なので難しい場合もあるんですけども、ワンシーズンだけで十分その元が取れるぐらい花が咲くので、まあ、そういうところも結構魅力かなというふうに思います。で、大体このグラジオラス、ダリアっていうのは、販売時期が2月の上旬頃から3月の中旬ぐらいまで、まあ、中下旬ですね、までは販売されているので、まあ、ぜひね、お店の方に足運んでいただいてご購入いただけたらなというふうに思います。花の大和オンラインショップの方でももちろん販売してますので、まあ、そういうの見ていただきながら自分の好みのものを選んでいただけたらなというふうに思います。グラジオラスはちょっと種類は少ないんですけども、ダリアって意外に種類が多いので、まあ、あの一般的に園芸で楽しめる品種数っていうと、おそらくチューリップぐらい、チューリップの園芸売り場に並んでる品種数ぐらいはダリアって品種数があるので、結構あの毎年増やしていっても楽しいかなっていうふうに思います。まあ、このダリアのね、株の保管方法とか、まあ、冬越し方法とかっていうのはまたこれもさくちゃん動画で上げていきたいなと思いますので、また見ていただけたらと思います。はい、まずは、まあ、1つ目の紹介でした。続きの動画でまた野菜球根等を紹介しますので、よろしくお願いします。